皆さんこんにちは、2次ステップアップ模試、公表を行いたいと思います。私レックセニン講師、金城淳之介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今私の手元にですね、全国模試の総合成績表が届きましたということで、こちらの動画で皆さんにお伝えしようかなと。まあ、皆さんももうご覧になったかもしれません。で、まあ公表ですね、全体とあと事例別、あと優秀答案が何通かずつ、手元にありますので、それに対するコメントで総括みたいな流れで、短時間ですけれどもお付き合いください。実際どうでした皆さん、このステップアップ、このまだまだ本番までかなり時間がある中で、例年で見るとやっぱり二極化する傾向にあります。で、一つは前年の、受験生が、リベンジを図るために一生懸命こうね、年末年始と力を蓄えてきた結果、こう上位に食い込む場合と、あとは初学者が、一時の学習と並行しながら、力試しで受けてみて全然太刀打ちできないと、明確にこの人は初学者だな、この人は経験者だなっていうのが大体分かるっていうのが、このステップアップ全国模試の時期かなという、感覚ですけども、今回はですね、比較的全体的に予想以上にこう底上げというんでしょうかね、あんまりこう、明らかに初心者ももちろんいますけれども、比較的こう全体的には例年と比べて上かなという印象です。あくまでも私個人のね。で、得点分布なんかをもうざーっと見てみると、やっぱりこう普通はこう二極化している形なんですけども、比較的こう山がですね、正規分布でいくとあんまりこう広がらずに、中央に、凝集しているという意味では、なかなかこの時期にしては全体としてはね、いいんじゃないですかと。とはいえ、合計でですね200点以上かな、私の中で、一応 OK が出せるというのは、だから、単純計算各事例50点ずつで200点という意味ですね。なので合計200点超えた人は、そこそこ仕上がりつつあるよ、この調子で頑張ればなかなかいいところいけるよというふうな目安だと思ってください。ただこれまた事例別で見ていくとかなりちょっと違いが出てますので、平均点ベースで見ると事例1が49、事例2が54、事例3が43、事例4に至っては38というね、平均が足切りになってるっていう時点で、やっぱりこう明らかに事例ごとの違いが出てますよね。なのでそこら辺をちょっとこう事例別に見ながらいきたいと思います。で、事例の1からなんですが、こちらも成績優秀者の答案なんかも後ほどね、ご紹介しながらいこうかなと思ってるんですが、まず、今回の事例は、本試験レベルだったかなと、私なりにも思ってます。で、中身の細かい解説は解説読んでいただければいいんですけれども、事例1って過去問をね、見たことある方は分かると思うんですが、単純な何て言うんでしょう、組織や人事のことばっかり聞いてるわけじゃないですよね。これ事例1の大きな特徴だから、あくまでもこう戦略ありきで、組織は戦略に従うんだから、チャンドラーの命題ですよね。なのでまず戦略どう考えますかと、今後の戦略もしっかり、現状の分析もしっかり、だから、自社と競合と顧客って 3C 分析的な、観点から今後どうしていくんですかっていうような戦略思考が求められる事例だと思います。なのでやっぱり単純な組織ばっかりやっていると、なんて言うんでしょうね、回答が非常にこじんまりとしてしまうというか、そういった印象があります。過去問の話ですよ。なので、今回も同じような形で、
まあ、基本的には組織寄りではありつつも戦略視点が持てたかどうかでちょっと差がついたかなと。なのでまあ復習をするときには事例1ね、事例1の復習をするときにはですね、まずまあどの事例にも共通するんですが、まあ、過去問は必須なんですけれども、特に過去問とか、まあ、今回もそうですけど模範解答のキーワードに着目する、事例1でよく使うキーワードに着目するというのをちょっとお勧めしたいなと思います。どういうことかっていうと、例えば今私の手元に、模範解答があるんで、ちょっと模範解答を 見てくださいね。皆さんお手元にあるなら、例えばこれ事例1の模範解答で、問題は見ないでね、解答だけ見て、例えばこの100字の中で迅速な意思決定とかね、こういう言葉って、このスピードの経済的な話って結構事例1で出てきます。あ、迅速な意思決定とか、例えば参入障壁が高いとか、下請けからの脱却から、まあ人材の育成、それからまあシナジーの発揮、権限以上ね、あと、まあ、これもさっきまた出てきた育成ですよね、人材育成から人事制度、組織文化ね、まあこういった、まあ、事例一品質表現っていうんでしょうかね。だから過去問をあまりなさってない方は、そもそも何が品質かがまず判断できないじゃないですか。だからやっぱ過去問を繰り返しやってる人は、あ、権限異常とかシナジーって確かにめちゃめちゃ出てくるなってのわかると思うんですよ。まあ特に私の生クラスね、私池袋で、クラス持ってますけれども、もう誤解を恐れずに言えばですよ、もう必ず事例1はどっかで権限異常書いてこいって言ってます。まあすごい極端ではあるけれども、それぐらい権限異常っていうのはほぼ毎年毎年使うキーワードだったりするわけですね。だからどっかで権限異常使いなよっていうつもりでやっていれば、少なくとも回答の一つの切り口になるよねと。あくまでもこれは極論の話をしてますよ。もちろんちゃんと予見を読んで考えてほしいけれども、で、まあ、どっかで権限異常書くんだろうなというスタンスは実は大事だったりします。だから話を戻して、こういうふうに過去問とかね、今回の模範解答もそうだし、あと今まで皆さんが受けてきた当練とかね、あとこれから受ける模試なんかもあると思います。事例1の場合は特に使われているキーワード、キーフレーズ、そこに着目をしてください。そうすると、ああ事例1ってこういう観点で書けばいいんだな、こういう主題なんだなと。で、要はその予見から抜き出せる問題と抜き出せない問題ってのが出てくるわけですね。で、特に、まあ、抜き出せる問題というのは素直に抜けばいいだけの話でね、差がつくのは予見から抜き出せない問題が出た場合。だ、今回で言うと、例えば第4問の設問の2が留意点問題というやつだったよね。どのような点に留意する必要があるかと、はい、これ留意点問題です。で、診断士試験で二次試験で一番難しいのは留意点問題です。でも事例 1,2,3,4 全て留意点が問われた場合は要注意です。なぜか、留意だから気をつける、ね、気持ちを意識を留める点を聞いてるわけですから、書こうと思えば何でも書けちゃうわけですよ。そうですよね、留意だからここに気をつけます、これに気をつけます、何でも書けちゃう。それで何でも書いちゃうとアウトってことになるわけですよね。だから、じゃあ事例1で留意点が問われた場合にはどういったところをフックにするのか、キーポイントにするのか、切り口にするのか、まあ何でもいいけど、そういうことで、今回の第4問の設問の2だと権限異常とか人事制度とか組織文化に着目してるわけですよ。これなんか過去問でめっちゃ出てくるキーワードですよね。人材育成もそう。だから留意するということは、事例1の場合は
じゃあそういう人材育成とか権限移譲とかね、そういったところに留意すればいいんじゃないの、まず予見に特にね細かくヒントが書いてない場合は特にですっていう形で、過去問の回答から逆引きみたいな形でねエッセンスを身につけるというのが事例1は重要になってきます。だから事例1を難しくしてるのは何を書いていいかわからないっていうところなんですね。なのでその点でこう模範回答からねどういったところを書けばよかったのかというのをぜひ、身につけてほしいなと思います。いいですかね。で、まあ、今回その今言った第4問の設問の2で、優秀答案と言われている答案の第4問の設問の2だけ、ちょっとざっと見ていきたいと思うんですけども、例えば組織管理面でっていうふうにね、まず切り口で、もう一つが、資源管理面でっていうふうに、まあ、設問で問われた通り素直にね、設問では組織管理や人的資源管理の面でっていうふうにねヒントが出てるので、ちゃんとそのヒント通りに書いておいて、この面ではこうですよとね。ただまあ注意が必要なのは、この部分かな、機能別組織を事業部制に改めるっていうふうに、まあ、明確に書いちゃってますけれども、組織構造っていうのは別に何だっていいんですよ。実は戦略がうまく実行できれば、機能別だろうが事業部制だろうがマトリックスだろうが何だっていいんですね。だから理想はこういうふうに事業部制みたいにビシッと決め打ちしちゃうと、もし出題者がいやいや事業部制じゃないよと思ってたらアウトじゃないですか。だからこの戦略が実現できる組織っていうのが理想です。ただまあそのふわっと書くのはね、だから例えば横串を通した組織とか、情報共有ができる組織とか、有機的に連携できる組織とか、そんな形のいくつかの逃げ表現って私は言ってますけども、逃げ表現みたいなのを持っとくと、本番ではよ、本番ではまあ潰しが効くかなと。でもズバッと言えるんであれば言ってもいいんですよ。ただそれなりのリスク商用ってところだけ気をつけていただきたいなと。あとはすごくいいですね、組織文化とかね、評価基準とか報酬制度とかね、こういったもう事例1定番の論点に触れられてると、素晴らしい答えだと思います。あとこちらの方はどうでしょうかね、助言はということで、組織管理面において何々とね、それから人事面ではというふうに、やっぱり切り口をちゃんと設定し、何をするとね、はい、まあそういった形かな。ちゃんと予見のね、情報を組み込みながらね、2社のね組織がチームとして融合できるようにとかね、はい、まあ報酬体系とか、まあ定番ですよね。はい、それから最後、よいしょ、この人はどうだろう、やっぱり組織管理面ではっていうことでね、で人的資源管理面ではっていう、やっぱり高得点取れてる人って型が決まってますよね、はい、ここ で予見分の情報を踏まえて、やっぱりここも機能別組織として再編っていう風にズバリ書いちゃってる、だからこれってさっきの人と真逆になってるよね。よいしょ、さっきの人は機能別を事業部制にする、この人は機能別組織として再編すると。だからまあこの人は得意分野を生かせる機能別組織っていうふうに、まあ就職後ついてはいるけれどもね、はい、生かせる組織ぐらいの方がいいかもしれないですよね、はい、私が受験生だったら生かせる組織に再編するっていうふうに、ここ機能別っていうのをあえて書かないっていうようなリスクヘッジを取ったりもします。はい、あとは人事効果とかね、はい、透明性とか、はい、ストックオプションまで踏み込んでるけど、まあ別にこれはもう書いても書かなくても OK です。はい、まあ、こんな形だから、その差がついた問題、この第4問の設問の2で差がついたんですけれども、やっぱりちゃんと点が取れてる人っていうのは設問要求に従って切り口を設定し、丁寧に事例1で使うキーワードを盛り込んで書いてるというところ、だからやっぱちゃんと過去問やってるなっていうのが感じられる、回答になってました。まあ、これが事例の1ですね。
で事例の2ですけども、まあこれ私が作った問題なので、実際これ解説でも言ったと思いますけども、中小企業白書に載ってた事例です。で実際にまあこの温泉育ちのトラフグだったかな、はい、っていうブランドでねやってはいる。でしかもフランチャイズやってるんですよ、すでにこの企業だから。一番最後の第5問でフランチャイズの是非についてね問いましたけれども、リアルではもうすでにやっちゃってます。皆さんはこれをどう考えたかと、まあ、いうところなんですけど、まあ、ちょっと中身の前に、まあ、大体50点ぐらいかなって思ってたら平均が54だったので、非常に嬉しいです。あ、ちゃんと点取ってくれたわということでね、はい。で近年の事例の2は従来の事例の2プラス図表グラフとかの読み取りということでね、表面的には何かこう大変そうと思いますけども、ただ単に予見情報が増えただけです。別にグラフだからどうこうと特別な対策をするわけじゃなくて、出題者がヒントとして与えた図なのでね。で今回は図はなかったんですけれども、どっちにしろ対応の仕方は変わりません。なので過去問を必ず、平成25年以降の過去問を必ず見てください。いいですね、5年分必ず見ておいてください。図表をどういうふうに扱うのかと。図表対策って言っても予見の読み方と一緒なのでね、はい。まあ、そういった形をやることぐらいかな。であとは基本として事例にはもうライフタイムバリューの最大化だから、ターゲット顧客は誰かで、 B 社の強みは何か、そこさえ分かれば、じゃあ強みを生かして、でこの顧客のニーズを踏まえてずっとお付き合いしましょうね、こんだけです。でそのためにマーケティングミックスを投入していく、顧客接点を増やしていくぐらいの枠組みがあれば大外しすることはまずないですね。でそれをまあ押さえときつつ、じゃあ回答にどう落とし込んでいくかっていうことでね、やっぱりこうどうしてもアイデア論とかね、いろいろ書きたくなっちゃうんですけども、どの範囲に狭めるね書いとくのかという、まあバランス感覚が事例には必要になってくる点でちょっと難しいのかなと、はい思います。でまあ、今回は本当に点が取れてる人はまあ、第5問のさっき言ったフランチャイズ是か非かっていうところを、じゃあどう書いたのかってところをちょっと皆さんにご紹介しようかなと。例えばこの人、推進を進めるということで、やりなさいと是だと言ってます。で理由はこれこれこれだよと、コストが下がる、ノウハウ蓄積される、改善が期待できると、ああいいですねと、シンプルに分かりやすいですよね。それからこちらの方は推進すべきであると、やりなさいと、理由は、強みがあるからとかね、ニーズがあるから、チャンスがある、競合は少ないと、ああなるほどね、そういうことも考えられるね、はい全然いいですよ。じゃこの人はするべきではないと、ああこの人はやるべきではないと言ってる、理由は、ブランド力が低下する、収益性が悪化する、ね、話題がなくなる、まあ、なくなるかどうかはあれだけどもね、まあ、希薄化しますよね。で、若年層が流出し、経済が停滞すると、まあまあちょっとすごい大げさではある、かなりマクロまでね、踏み込んでるんでね、ちょっとそこは怖いところありますけど、でも非常に自分の言いたいことをしっかりと今の方も言ってました。だからこういう二者択一問題が出た時はどっちでもいいです、はい、どっちだっていいので、我が道を行く、はい、自分の信じる回答をねしっかりと書けるようにしてほしいなと思います。それからまあ事例3ですね。事例3は、まあ過去問のパターンからいくと、まず回答の文字数が多い、だから140字とか160字とかマックス200字っていうのもあります。だからやっぱりこう書き慣れているかどうかっていうところで、まず大きく事例の3差がつく要素です。もう一つは知識なんですね、一時の知識。
だからこういった生産面の問題点に対してじゃあどうアクションすれば改善できるのかっていうこの改善点がわからない、おかしなところね、例えば納期が遅れてますよ、品質が低下してますよって問題には気づける、だけどどう解決していいかわからない、だから書けないっていう人が大半です。だからその事例3対策って考え方からいくと、まずはじゃあそもそもどう改善すればいいのかっていう知識ね、知識。だから私は事例3が苦手な人っていうのは単なる知識不足なので、あの生産管理のところをもう一度ちゃんと基本知識を入れ直してくださいねっていうところから、まだまだ時間ありますので、今回全然ね解決策書けなかった人は、じゃあ知識覚えればいいだけの話ですよ。一番簡単です。覚えればいいんだからと。はい。ということですね。で、まあ、それでね、運営管理のテキストに戻るっていうと、まあ、かなりね、手間かかりますので、一番手っ取り早いのは、過去問、それから今までの当連模試で出てきた製造現場、生産現場の問題点。例えば、まあ、今回のように、負荷が平準化できていないとか、もしくは多能工化できていないとかね、もうこんなパターンです、はい、手待ちが発生しているとか、ボトルネックが発生しているとか、ね、工程間の格差が大きいとか、ラインバランシングとか、品質低下とかね、傷が多いとか、納期がね、飛び込みによって、工程が混乱して納期が遅れているとかね、検査工程以降でなんか傷がついてどうのこうのとか、まあいろいろな問題点は過去起きてます。じゃあそれを全部ノートに書き出してください。事例で起きた問題点をバーッと書く。こんな問題、こんな問題、こんな問題、じゃあこの問題に対してこちら側に解決策を、対象表みたいな感じです。 A という問題に対しては B という解決策、C という問題に対しては D という解決策。基本1対1でいいから、もうそんな感じで自分でノート作っちゃえばいい、うん、それが必ず当てはまるとは限らないですよ、うん、だけれどもまず過去問とか当連で出た問題と解決、問題と解決、問題と解決をまとめちゃいなよって話です、うん、まずそこやると、ああこういうやり方があるのね、まずはそれだけのソリューションが頭に入るじゃないですか、ね、で当然状況に応じて変わってきますよ、変わってくるけれども、基本まあ10個20個ぐらい知ってればだいたいその応用で答えることができます、うん、だから理想を言えばね、じゃあ平成13年から平成29年までの17年分の過去問の 何が問題でどうそれぞれ解決してるのかっての全部17年分やれば、少なくとも最低17個のソリューションが手に入るわけですよ。どうでしょう。だからそれやればいい、単純です。で頭に入れればいい。そうすればまず事例さんは全然怖くなくなります。むしろラッキーって、今回はどんな問題が来るかなって楽しくてしょうがないぐらいになります。だから事例さん苦手と思ってる人は大丈夫、努力不足なだけです。大丈夫です、時間たっぷりあるのでやりましょうよ。であとは書き方です。どう書くのかと、長文傾向がありますよね。ということはどういう切り口で書くべきなのかとか、どういう表現にすればいいのかっていうのは、これはもうシンプルに、まあ、他の事例も一緒ですけど、写経する、写してください。ただ単にバーッと漫然と写すんじゃなくてね、こういう切り口を使ってこういう表現なんだなということね。だからこのまあよく使うフレーズみたいなものを特にね、事例さんの場合はたくさん用意しておくといいと思います。はい、まあそんな形で、今回の、事例さんの場合はですね、まあ点数良かった人たちはやっぱ第2問がしっかりとできてたので、ちょっとここをご紹介しようかなと。やっぱり問題点は何々である、原因は何々である、改善策は何々であるみたいな形でしっかりとタイトル付けをして、そこに対して何々が問題で原因は何とかで改善はこうするっていうふうに、もう非常にシンプルに書けてますよね。はい、
もうみんなさん一緒ですよね、はい、みんなと一緒でいいんですよ。基本ができているってことで、問題点は、原因は、改善策はということですよね。予見から持ってきて、そこを掘り下げて自分で考えるということですよね。はい、同じく、まあ、この人はね、まだあまり慣れてない人なのかなって思ったんですけども、バーッと書いといて、何々が問題であるって書けばいいんだけど、ここでね切らずに、こう当店でね、何々が問題で何々が原因であるっていう風にわーっと一文で書いちゃってると。だからこの人はまだ慣れてないかなって思うわけですね。問題は何々である、原因は何々であると。で、改善策は何々って書くんだけれども、そう書かずに誰々何をどうするべきっていう風に、まあ、体現止めになっちゃってる。べきである、べきであるって、まあ、本来であればねちゃんと書いてほしいんだけれども、まあそのあたりがちょっと表現の稚拙さが、見受けられましたが、中身としてはしっかりねこの人はできていたので、まあまあそこそこ20点ぐらい点取れてるのかな、はい、ということになります。なので事例さんっていうのは単純に知識と表現力、これだけですよ。中身は本当に過去問見たらわかるけど、あ、こんなもんなのと、こんなソリューションでいいのばっかりですよ。そこに早く気づくかどうかで事例さん高得点取れるか、もうあの事例さんで足切られるかが決まっちゃいます。努力です。事例さんは一番努力が報われる、はい、事例ですので、ぜひぜひ、苦手だなと思ってる人をチャレンジしてみてください。まだまだたっぷり時間あります。はい、あと事例4、今回ですね、私も、まあ、事前にこの事例4の問題見た時に、あー、なんか比較的点取りやすいなっていう。だから、まあ、大場先生ね、担当した大場先生、あー、なんかステップアップで受験生の皆さんに自信つけさせてあげるのかなって思ってたんです、実は。そしたら平均点が38って聞いて、えっていうことでね、ちょっと驚いたっていうのはあります。で、結局そもそもの、例えばキャッシュフロー計算書とかねができてないとか、もう論外ですね、うん、だから1次と違って2次は非常に範囲狭いじゃないですか。キャッシュフロー計算書、 CVP 分析とかね、NPV 現在価値から、セグメント別会計とか、もう出るものがほぼ決まってるわけですよ。取り替え投資とかね、じゃあそれやればいいじゃんって、それだけ。過去問で出てきた計算問題は全部マスターしました、すればいいじゃないと、うん。でもなんでできないのかっていうと、だから練習不足です。非常に簡単、練習が足りない。だから練習足りないで本番試験やってるから解けないで、やっぱダメでした、あ、やっぱ自分は事例4苦手なんだみたいな負のスパイラルに陥ってる人が毎年います。なので、事例4は基本的に、まあ、第1問のね経営分析と第2問以降の計算に分けて対策しないとダメで、今回はやっぱり点取れてる人ってのは第1問ちゃんと書き方も分かってるしね、第1問の指標というよりも解説、まあ、論評の部分ね、だから第1問の設問の2を見れば、この人は財務ちゃんと勉強してるかどうかが分かります。だからただ単にその定量面のね評価ばっかり書いてる人はダメね。何々が多い少ない、増えた減ったとかね、だからなんで多いの、なんで少ないの、なんで増えたの、なんで減ったの、のなんでの部分を書かないと、定性評価ね。だから予見と、ね、しっかりと財務諸表両方を踏まえた論評になってないのは、あ、もう全然ダメ、勉強してないなって、勉強不足だなっていうのが一目で分かります。だ、今回も、まあ、比較的優秀だと言われている回答で、財政状況は借入金が多く安全性が低いと、うん、で経営成績は、付加価値の高い商品を扱っていることから収益性が高いと、まあちょっと予見情報入ってますよね。で安全性についてはなかなか予見にないので、まあこれは事実を書くしかないけれどもね、
まあもうちょっと書き方はあったかなって気はするけど、D社は組み立て業務に特化した低コスト生産で収益性は高いと。やっぱ予見情報プラス収益性は高いと。何々棚卸さんの投資効率は低く、買掛金の返済遅延地帯で当座支払い能力が低いと。そう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 、予見の情報を踏まえてこうだと。これ非常に素晴らしい回答、分かりやすいですね、パッと見でね。はい、だったりだとか、こちらはどうでしょう。即納体制が整備されている、予見情報から収益が高いと。財政状況、過去の投資の失敗、市場在庫があるため資金繰り厳しいと。そう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 、こういう形だから、要は予見情報プラス評価、予見情報プラス評価みたいなひな型があるかどうか、テンプレが。だからちゃんとやってる、勉強してるなって人はそれがもう出来上がってるんですよね。見た瞬間に、ああこの人はちゃんとやってるなっていうのは分かります。なので、あの事例4はまず第1問対策ね、しっかりやること。そのためにはいろんな模範解答の論評部分だけをガーッと写経して写してくださいね。と同時に第2問以降はとにかく計算練習、過去問で出た計算をまず全部やる。いい、過去問で出た最低まあ10年分ぐらいは計算問題全部できるように、はい、まあ、理想を言うと平成13年からだけれども、まあまあ遡れるだけ、はい、まあ、10年プラスアルファぐらいの形で計算問題全部やりなさいというのが私からのメッセージです。はい、いやそんな大変ですよって、いやいや、じゃあ大変だったら大変でやらなくてもいいけど、受かりたくないのって、ただそこだけです。受かりたければやろうよ、うん、やってる受験生たくさんいますよ、やりましょうよ、できます、大丈夫です、ね、なので皆さんは、まあ、今後の勉強の仕方まだまだたっぷり時間ある。だから大きく3つ、1つは読み方、考え方っていう思考の部分、ね、読解の部分ねが1つと、あと書き方、どういう表現をするのかと計算、この3つ、ね、読解と書き方と計算、この3つの能力をじゃあどうやってそれぞれ上げていくのか。でそれぞれ事例1の書き方考え方、事例2の書き方考え方、事例3の書き方考え方、事例4の書き方考え方、計算の仕方があります。だから事例ごとにやるんです。いいね、そういった形でしっかり、過去問と向き合って、で今回の、まあ、模擬試験についてもう一度80分で解き直す必要は全くない。だからむしろ、ああ出題者がね、どういう感覚でこの問題を作ったのかなとか、出題者目線になって考えてみるとかね、そういう形で使ってください。あくまでも、何回も繰り返すのは過去問、ね、で模試とか答練っていうのは力試し1回ないし2回ぐらいでいいです。あとはもう過去問ばっかりっていう形でやれば間違いなく合格レベルに達することができるのでね、ぜひ、合格を信じて、自分の合格を信じてね、そこに向かってできる努力全部やりましょうよ。今年で決着つけましょうよ、ね、はい、まあ、そういった形で、ちょっと最後はね、ちょっといろいろ説教じみた話になりましたけれども、まだまだ時間たっぷりあるし、皆さんも伸びしろたっぷりだと思いますので、ぜひ頑張って、また次の講義もしくは講評などでね、お会いできればと思います。では、2次ステップアップ講評の、模試の講評はここまでにしたいと思います。またお会いしましょう。お疲れ様でした。